ちは。エムズダンスアカデミーの石本美奈子です。今日も美奈子の部屋へようこそ。今日は女性がシャドウする時のポイントをワルツのナチュラルスピンダウンからターニングロック、レフトホイスク、コントラチェックの流れを用いて説明していきたいと思います。それでは行ってみましょう。
タイミングを言いながら踊ってみたいと思います。はい、女性がシャドウする時のポイントについて3つ説明させていただきました。最後にこの3つができるという方はぜひシャドウをする時にもうワンランク上のシャドウを目指していただきたいと思います。それというのはシャドウをしている時に相手が一緒に踊っているように見えるというシャドウですね。この一緒に踊っているように見えるシャドウの方法についてご紹介したいと思います。はい、ワンランク上のシャドウを目指していくための方法です。スタンダードを取るときに男性を組むと目の前にスペースを作りますよね。こんな風にバックだったり自分が踊る目の前のスペースを皆さん確保しながら踊ると思います。シャドウをするときもこのスペースを確保しながら踊ってあげると比較的相手と一緒に踊っているように見えます。で、スペースといっても少し分かりづらいので皆さんもしお家にバランスボールがあればバランスボールを相手と仮定して踊ってあげる、シャドウしてあげるというのが一番いいのではないかなと思います。それではバランスボールを使いながらシャドウしてみたいと思います。はい、持っているバランスボールが男性に見えましたでしょうか。皆さんもぜひバランスボールもしくはそれに近いものを自分の目の前に置いた状態でシャドウをするということを練習してみてください。そうすると自分が今どこにいてそして相手がどこにいてどういうステップを踊っているかというのがより一層明確になってくると思います。踊らされる女性ではなくて踊れる女性をぜひ目指していただきたいと思います。それでは頑張ってください。